どうも、皆さんきっとこんばんは。武藤ゆうきと申します。今日はですね、フォトンハイパーノバの発売日ということで、近所のイオンで奥さんと2ボックスずつ買ってまいりました。動画ではですね、1箱だけ開封して、最後に4箱分の開封結果を公開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは開封、行ってみましょう。それでは開封の準備ができたんで3パックずつぐらい見ていきたいと思います。個人的な狙いはですね、グレートモスと、インセクトクイーンの合体したような新しいカード、あれとカルテシアの新規カードも出てるので、そこら辺の、シークレットが出ればいいかなという感じですね。プリシクはもう当たらないものとして欲は出さずに普通のシクを狙っていきたいと思います。シクセアンティコアさんですね。お、光物1枚目いきなりですね。クシャトリア・ライズハートさん。三戦の子。バラ。よいしょ。よいしょ。開かずの踏切。よいしょ。めちゃめちゃイラストがいいですね。モンフー。メンタルチューナー、長寿ゴッド、対戦ありがとうございました。ということで、早々にシークレットを出してしまったので、残りはもうババッとテンポよく開封したいと思います。では前半分ですね。クが出たので、ここはホロを狙っていきたいところですね。あとはグレートモスとユゴ、あ、違うね。なかなか光り物が来ないぞ。エクレシアのウルトラでもいいんで、それが出てほしい。あとはレリーフ枠が何が出るかっていうところなんですけども、光り物が来ないな。ました。カオスデーモンのウルトラレア、ありがとうございます。後半に光り物が偏ってそうな感じですね。お、エジルのウルトラレア、これは嬉しい。めちゃめちゃイラストアドなカードですね。ありがとうございます。前半終了。ボックス開封の動画を出すときに限って最初に出落ちしてしまうのは、これほど悲しいもんはないですね。では後半戦15パック分ですね。この中に、アルティメットは入ってますね。では後半戦参ります。光り物もだいぶ固まってるはず。出ましたね、ドラグマの新規カード。これ地味にステータス4000、めちゃめちゃステータスが高い。さあ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 、何が出る、光の何が出る、あ、なんかちょっと見えてるぞ。お、これはありがとうございます、エクレシアの新規カードですね。これのレリーフも見てみたいですね。ありがとうございます。超ジゴット、さあ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 、あとはグレートモスですね。これもめちゃめちゃイラストいいですね。イビリチはネーレイマナス、めちゃめちゃ言いづらい。これもステータス3000ですね。最近はステータスが高いカードが多いですね。ありがとうございます。さあさあ、レリーフは何が出る。さあ、今回の診断はあまり人気がなさそうですね。なんかどこ行っても買えそうなボックスにはなってますね。もうボックスが買えないってもう昔の悠々じゃ考えられないからですね。さあ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 、おお、なんか立った。スーパーレア、影のジレネイド、レイバーテイン、スーパーレア、ありがとうございます。さあ、残りも少なくなってまいりましたが、このどこかにアルティメットが入っているはず。お、スーパーレアですね、リンドブルムのスーパーレア。ここにちっちゃくアルバス君が乗ってます。
さあ最後かな、アルティメットは。あ、スーパーレアですね。魔界劇団のキネプロって、あら飛ばしてるな、アルティメット。ちょっとカメラ越しで見るとですね、全然気づかないことが多いんですよね。ちょっと確認します。あぶね、1パック中が入ったまんまになってましたね。あぶねあぶね。しかもよりによってレリーフのパックを見逃すというね。じゃあ最後のパック見ていきましょう。メンタルチューナー、バルドレイク、ドラマチックストーリー。さあ最後バックチェックしてみましょうか。黒エクシーズ、エクシーズあんまり欲しいカードはなかった気がするな。いきます、せーの、そい。おお、地味にいいなと思ってたクシャトリア・ライズハートですね。これなんかのガンダムのフリーダムガンダムっぽい翼がかっこいいなと思ってて欲しかったんですよね。よかったよかった、これを忘れてました。ではではでは、初回版の最大の楽しみと言ってもいいでしょう、プラスワンボーナスバック、こちらを開けていきたいと思います。ここでワンチャンプリシクを当てれば手落ちしてしまったところもカバーできるんではないでしょうか。さあ来るか、プラスワン。まずはプリシクチェックというところからいきましょうかね。終わった、対戦ありがとうございました。ということで今回買った4ボックスのですね、シークレット以上、アルティメット以上かなの、カードを並べております。画面左側、こっちが僕が当てたカードで、こっちが奥さんが当てたカードですね。僕は2ボックスで、プリシクはやはり残念ながら0枚と。でシークレットが、先ほど出落ちした双剣竜、もう一つがグレートインセクト。これはですね、かなり嬉しかったですね。値段的にものすごく高いカードではないんですけども、僕はイラストがめちゃめちゃ好みなんで、これは当たって嬉しかったですね。奥さんの方がですね、こちらチャンピオンのプリシクを見事にぶち抜きました。まあ、これもプリシクの中では最低保証のプリシクでしょうが、まあ、プリシクを当てることに意義があるということで、これはまあ結果は奥さんの勝ちになるでしょう。で、もう一つの奥さんのシークレットが昆虫の方ですね。ベアグラムのシクが出ております。レリーフに関してはですね、1枚ずつトライブリゲードの新規カードが当たりました。僕の方がですね、クシャトリア・アライズハートのアルティメットと、奥さんがこっちですね。このカードのアルティメットがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。まあ、女の子でイラストアートですし、見づらいんですが、背景の彫りがめちゃめちゃ綺麗なんですよね。これはレリーフで3枚集めたいなと思っているところでございます。4箱開けてこの結果はかなり渋い結果じゃないかなと思うんですが、11月12月とですね、年末に向けて遊戯王も盛り上がってくる時期になるとは思いますので、またボックス開封したいなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャッ。